糸数計作は、沖縄県沖縄市出身の元プロ野球選手で、現在は野球解説者、宇藤右内。中部商業高校3年夏、第84回全国高等学校野球選手権、大会にエースとして、同校初出場に導くが、初戦で高市秀が投げる、提供校に敗れた。アジア大学入学後は、部員の不祥事による出場停止、 二部降格を経験する。四年春一部に復帰すると2006年周期の塔と,うとう、大学野球リーグでは5勝を挙げ、防御率0.76の高成績で優勝の原動力となり、最高主君選手、最優秀投手、ベストナインの3冠に輝いた。続く第37回明治神宮野球大会でも、決勝で、早稲田大学の宮本県に投げ勝つなど、 あだいの4年ぶり3度目の優勝に貢献した。東都大学一部リーグ公式戦での通算成績は26試合の当番で8勝6敗、防御率2.33、94奪三振、2部1期は5試合で2勝。この成績を受けて2006年のプロ野球ドラフト会議では北海道日本ハムファイターズに3巡目で指名された。 戦力外通告後の2013年11月10日に第1回12球団合同トライアウトへ参加。この時点ではトライアウトで移籍先が決まれば現役を続けるという意向を見せる一方でダルビッシュ優や大谷翔平などのすごい投手を見て自分の力を理解したので移籍先がなければ地元の沖縄県でダイビングショップを営むという決意も示していた。しかし、 トライアウト後に、どの球団からも、獲得のオファーがなかったことから、そのまま現役を引退した。故郷に近い沖縄県女村で、ダイビングショップを開業することを目標に、知人が営むショップで修行を積み、2014年10月1日より、道県読谷村にダイビングショップをオープンさせた。その一方で、沖縄県内54年振りのパシフィックリーグ、 公式戦であった2016年6月28日のオリックスバファローズ対東北楽天ゴールデンイーグルス戦では琉球放送制作のラジオ中継 RBGI ラジオエキサイトナイターに野球解説者として出演した。翌年2017年6月27日に開催された埼玉西部ライオンズ対千葉ロッテマリーンズ戦の同番組にも解説者として出演したが試合途中に 高うノーゲームとなった。相性は、アグー。時速1 2 0トル前後のスライダー、チェンジアップを織り混ぜつつ、時速1 3 0トル強のフォークボールなや狙って、落としてくる。サイドスロー転向後は、速球の最速は1 4 8トル h である。一軍投手コーチの吉井正人は2010年に、給与諦めきれず、速球を求めすぎたためホームを崩し、 腕の位置を固定できず、持ち味の腕の振りと急速の差で打ち取る投球が、できなくなり、大不振となったと分析している。非常に明るい性格であり、2009まで日本ハムで同僚だった稲田直人の話によると、いつでも笑ってる奴とのこと。2010年の春季キャンプでは、投手キャプテンに任命されたがすぐに解任され、後輩の坂木原良が引き継いだ。 2010年のシーズン終了後には、所属選手にマリンスポーツを禁じている球団の方針をよそに、理系の紹介でスキューバダイビングを初体験。現役生活を終えたら、スキューバダイビングの仕事をしたいと思うようになるほど、魅了された挙句、球団には内緒でオープンウォーターダイバーのライセンスを取った。その一方で、大学時代に高校の教員免許を取得したため、 戦力外通告の直後には周囲から高校教員への転身を進められていた。ありがとうございます。